Oh,
seu dançando no nariz do mundo. Fortuna inventou a beleza no abraço das suas tantas famílias, mães e irmãs. O afeto encontrou no olhar dessas sereias. Resplende a paz e no ar se sente essa magia. Esse menino de 40 anos amou um homem e uma mulher. Me contava que morou um ano e meio lá na Bahia, em uma comunidade que voltou pra sua gente, porém se sente ainda um filho de Emanjá. Me diz se isto é ou não é magia. Axé, axé. Fortuna é, diz que não é verdade. Pra mim o que conta mesmo é ser feliz. Me diz se isto é ou não é magia. Axé, axé. Thank you.
coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.曲、じゃあちょっと一旦ですね、春っぽい曲を一発入れてみましょう。このグデグデな感じもそれの流れのまんまですけど、いいですか。はい、じゃあ一発曲いってみたいと思います。今日もグデグデ、もうちょっと喋ってこい。Thank you.
終わりました、今聞いてもらったのは今日ですね、今日全国発売しました、緑の丸から、曲名マジックラブですね、ピアノニカちゃんとドラムみっちゃんの、とってもおしゃれユニット、僕の企画でも何度か出ていただいていて、今度来たる6月21日には、僕のバンドハテナ&クエスチョンズと、ツーマンライブなんですが、そのイベントは、メインはカレーなんですよね。6月21日夏至なんですけれども、まあ夏至の日にカレーを食べようっていうイベントです。これ今ちょっとみんなというか、もう聞いてくれてる人、まあ後から聞く人が多数だと思うんですけど、画面に出てる、6月21日東京カレードームっていうなんかフライヤーみたいなのが画面に出てると思うんですけども、そんな感じでですね、バンドとしては緑の丸とうちの僕がバンマスを務めるハテナ&クエスチョンズのツーマンライブだけれども、メインは夏至にカレーを食べようっていう企画でございます。この日はですね、これ名前言っちゃっていいんですかね、カレーの、シナモンのことも言っちゃっていいんですか、向こう側か遊園地でしたっけ、上り戸かな、上り戸の方でなんかシナモンロール、ものすごい有名なシナモンロール屋さんがあって、もう開店して1時間で全部売り切れるようなスーパー人気があるシナモンロール屋さんの、森真理子さんって方が、巷でとっても好評なスリランカカレーをわざわざこの日のために作ってくれると。で、何を隠そう、去年まで僕の相方を務めてくれてた善さんがですね、今年のこの第1回目この今のラジオから、まあ、まず俺に酒飲むなと、あと喋り相手もしないと、お前のべしゃりはつまんねえから、俺と同等レベルになるまで俺はお前とは掛け合いをしないという感じで、まあ、僕は今一人で喋ってるんですけれども、その善さんが何を隠そう、なんかうさんくさいなんかカレーブログをやっててですね、まあ、カレーマニアなんですよね。で、その善さんがもうスーパー一押しの、カレー人ということで、その6月21日夏至カレーの日、僕のバンドと緑の丸が出る日に、その善さん一押しの、森真理子さんのスリランカカレーがなんと食べれる。で、このちょっと告知というかですね、宣伝に時間を割きたいんですけれども、なんとこの日、当日券とですね、前売り券、まあ、大体イベントってあるんですけれども、前売り券、3000円なんですが、今これ映像出てますね、3000円なんですけれども、なんとこの3000円の中にワンドリンクとその森さんのスリランカカレーがなんと1個ずつついてくると。安くないですか皆さん。これまあ僕のバンドはボーカル以外すごいかっこいいんですけど、緑の丸もすごいかっこいいし、それに森さんのスリランカカレーがついて、ワンドリンクがついて3000円、まあ、そんなですねお得なイベントが、6月21日に開催されます。場所は、渋谷のセブンスフロア、あれですね、オーイーストとかオーウェストとかある、あそこら辺一帯のオーウェストかな、オーウェストのあるところの7階、だからセブンスフロアっていうらしいんですけども、このセブンスフロアっていう場所で開催されます。なのでですね、まあちょっと2ヶ月半ぐらいありますけれども、ぜひ皆様チェケラッチョしていただいて、この日はですねカレーを食べに来てもらい、緑の丸のオシャンティーなミュージックを聴いてもらい、そして熊本ハテナの前に帰る、おーいみたいな、ね、やっていただいたらいいと思っております。まあ6月21日の今年はこんなもんですかね。あとはその緑の丸のことでですね、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですが、なんと今日、CD が全国発売しているということで、タワレコとかですか、
パワーレコードとか全国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 でも発売、本日発売ということなので、さっきあの流した緑の丸の、マジックラブ聞いていただいた、いただいたと思うんですけども、ぜひですね、そこも皆さん本当にあのドライブとか、こう家に家でオシャンティーなこうティーを飲みたいとか、お酒を飲みたいとか、そういう時にぴったりな音楽なので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらと思ってます。じゃあここら辺でもう一曲緑の丸いってみましょうかね。じゃあこっち準備でき次第緑の丸をもう一曲聴いてもらいましょう。緑の丸でいきましょう。緑の丸でウィンディー。YouTube ラジオ意外とこう難しいんですよね、このシステム的なところが。なのでちょっと
はい、戻ってきましたね。今聞いていただいたのが、先ほど説明させていただいた本日全国発売されました緑の丸で、ウィンディー。まあおしゃれな曲でしたね。あとですね、まあ、2017年いくつかYouTube ラジオの練習試験放送をいくつかさせてもらったんですけれども、2018年一発目もう3月で今日なんですけど、どうも去年と同じようにやってるんですが、なんかやたらと調子が悪い感じで、今前さんがあたふたしてます。何がこれ調子悪いんですかね。まあ電波にも機嫌があると、まあそういった感じですかね。春になるとまあ変な人も多くなりますし、こうあんま僕じゃないですよ、なんか僕を指さしてくれてる人もいるんですけど、皆さん分かんないと思うんですけど、一応人がちらほらいるんですね。うん、でまあ春になったら変な人がいるっていう話からいくと、うん、ポリポリって言う、ポリポリ言ってるみたいです。ポップコーンを食べながらなるべくポリポリ言わないように喋ってはいるんですけれども、ポップコーンのあの硬い部分に入るとやっぱりポリってなっちゃいますよね。うん、で、変な人っていう話からいくと、そうだな、変な人、まあ周りに変な人がいっぱいいますよね。うん、でも何をもって変とするか、これはまた何を基軸に考えるかで変の、物差しも変わってくる。変な人から見れば普通の人が変、正義から見れば悪が、違うな、悪から見れば正義が悪、変な人から見れば普通の人が変っていう、まあ変な人からの流れだったんですけどね。まあ2018年、この東京レディオドーム、なんでドームかっていうとですね、まあ、僕が知ってる人は知ってくれてるとは思うんですけれども、まあ、音楽なるものをやっていて、まあ、毎月のようにイベントみたいなことをやらせてもらってると。で、まあ、山本ハテナっていう名前を名乗るようになってまだまあこう2年ぐらいなんですけれども、ありがたいことにも毎月のようにイベントはやらせていただいていると。でそのイベントがまあ基本的にわちゃわちゃしてるんですけれども、まあ、2年経ってそのイベントの名前もですね、もうちょっと統一性を持たせようかなと思って、まあ東京なんちゃらドームみたいなものを、東京なんちゃらドームみたいなものにしようと2018年決めたわけですよ。なのでまあこの YouTube ラジオに関しても、東京ラジオドーム、もうちょっとおしゃれに言うと東京レディオドームっていう感じにしたというわけですね。まあなんでドームなのかっていうのをまたちょっとそんな頃合いの時に説明、まあ誰も気にしてないと思いますけど説明しちゃいたいなとは思ってますけど、まあ今日はそこら辺はさておき、さてさて、一人べしゃりでお送りしている東京レディオドーム第1回目 in 代々木八幡101スタジオでございますが、次の話はどうしましょうかね。春さんさんと、あ、音が割れちゃいますね。あと2分でも放送終わりですか。こんな僕グデグデのままあと2分で終わってしまうんですね。ではこの1回目のこのグデグデさを身にしませながら、なんか、この第1回目のラジオをですね終わらせてもらえればと思ってるんですけど、あと2分、なんかもうちょっと締めの言葉とか用意するべきですね、これどう考えても。そうだな、今年はまあワールドカップもありますし、ピョンチャンオリンピックも終わったばっかではございますが、夏にはワールドカップもあるし、僕は試合は見れてないんですけれども、昨日ウクライナ戦ね、なんかどうもすごくこう不完全燃焼の内容だったみたいなことはニュース記事で見てるんですけども、まあワールドカップはやっぱとても楽しみだなと思いながら、
2018年を思ってます。あと1分かな。ものすごい、グダグダでですね、まるで2017年の時の方が全然楽しくやれてた感じはするんですけども、どうやらこう一人で喋るような感じの番組になりそうなので、このまま頑張ってやっていきたいと思っております。あと30秒ぐらいいけるかな。とりあえず今日言いたいこととしては、緑の丸っていう素晴らしいアーティストの CD が今日全国発売されましたということと、僕がやっているハテナ&クエスチョンズがその緑の丸と6月21日夏至の日に、渋谷セブンスフロアで、ツーマンライブ、そして、のぼりとからですね、カレーのスペシャリスト森真理子さんが作るスリランカカレー、ミュージックチャージ、カレードリンク込みで前売り券3000円となっております。ぜひ皆様それお見逃しなく、チェケラッチョしてもらえてたら嬉しいです。ではグデグデではございましたが、最後は緑の丸の曲を流して終わりますか。終わりませんか。じゃあこれもう一回では、じゃあマジッククラブを流して、今日このグデグデの第1回目は終了したいと思っております。それでは緑の丸でマジッククラブ。